はい、皆さんこんにちは。ですね、今回からマイクラの PC 版を僕もやってみることにしました。はい、で皆さんご存知の通りですね、僕をはじめ村井さんとかもそうなんですけども、マイクラの知識ほとんどありませんので、ぜひですね皆様にいろいろ教えてもらいながらやっていこうかなと思います。というわけでまずはシングルプレイで始めてみましょうかね。マルチとかもあるそうなんですけど、僕ちょっとよくわからないのでね、PE でやってただけなのでちょっとシングルでいってみます。ドン。でワールドは作ればいいんですよね。新規作成、この辺は PE と一緒かな。ワールド名は日本語使えるのかな、使えないんじゃないですかね。というわけで、どうしようかな。ワールド1 マリオみたい、これにします。とりあえず、まあとりあえずこれでいっか、これでいきましょう。でゲームモードはさ、お、ハードコアとかあんだ。サバイバルでいきます。クリエイティブはね僕ちょっと苦手なので、まずサバイバルでいきます。でちょっとやりたいことが決まっているんです。でいきましょう。その他のワールド設定がシード地とかこっから入れられるんですね。で構造物を生成する村ダンジョン、へえ。ワールドタイプデフォルト、スーパーフラット、すごい大きなバイオーム、アンプリファイド、へえ。ちょっとデフォルトでいきましょうか。でチートを許可する、あ、チートがいろいろ使えるんですね。まあちょっと最初はオフにしておきましょうか。ボーナスチェストってなんだ、なんかチェストがあんのかな。オフにしときましょう。完了。でワールド新規作成でいいのかな、いきます。一つ目のワールド、ドン。はい、できました。これが僕の PC 版マイクラの初のワールドだ。ただやっぱ見た目は PE とかとそんなか、何あれ、なんかいる、海になんかいる。で見た目はそんな変わ、なんかいるな、なんだあれは、気になって仕方ないぞ。何これ、イカ、タコ、あ、でかっ。え、なにこれ、気持ち悪い。なんか口みたいのついてる化け物だなこれ。こんなのいるんですね、 PC 版だと。すごい。あと、そうか、自動ジャンプないのか。あとは、あとなんか犬がいますね、あそこにね。ちょっと行ってみようか。まあでも見た目とかが、あ、これ狼やられる、見た目とかそんな変わんないから、特に PC 版だからといってなんかみたいなのないな。チス。かわいいなこいつ。でリスポン地点はこの辺なんですよね。なんか印とかつけといた方がいいのかな。どこにリスポンっていうか、この辺で来たのかな。なんか印つけといた方がいいんでしたっけ。なんかやっときます。どうしようか。とりあえず木を適当に借り出して、あ、すごい遅い。あ、これでなんかそこに木とかを積み上げときます。あ、松の原木、あ、なんかこういうの出るんだ。まあ PC 版の方がいろいろできることは多いんでしょうけど、なんか本当にいっぱいありそうだな。この画面の下のメーターの意味もよく分かってないですからね。まあハートは体力ですよね。あのルフィのお肉みたいのは何、空腹度とかですか。下のアイテムの上にあるバーは何なんだ、ちゃんと調べればよかった。でもちょっとね、多分皆さんの方がご存知だと思うから、いろいろ教えてほしいなとか思っているわけですよね。ちょっとさすがにあれですかね、他人任せにしすぎですかね。ちょっと次は調べてこよう。この辺に適当に立てとく、こうやって。そもそもどうやってあのクラフトメニューとか開けるのかわからん。あ、右クリックで置くのか、適当に置いとこうかな。僕はこの辺から始まりました。でもこんなん置いといてもよくわからんか。でもわかんなくなるよりいいな。はい、ちょっとこんな感じでいこう。でもうちょっとあたりを探索したい。あとなんだっけ、何、そう、これ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 、これがね僕の中では超新鮮なんですよ。 PE にこんなモードなかったから。でなんかスキン、なんか服装みたいなのも変えられるんですよね。他の方とかいろいろ変えてるの見たことあります。僕も変えてみたい。ただ1回目から変えるのはやめておこう。 F5 また押す。あ、正面向いた。こんにちは皆さん、これが、私高橋くんです。はい、高橋くんですね。今日から PC 版やっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。もう一回押そう。
あ、なるほどね。僕やっぱ FPS 画面の方がいいな。でもうちょっと行ってみようか。あ、でもおちおちやってると夜になっちゃうからな。またちょっとキーを集めるか。でね、皆さん聞いてください。僕やりたいことが一つあって、何かというとですね、結構あのコメントとかで PC 版やってくださいとかいろいろいただいてて、そのクリエイティブモードでなんかいろんな建造物とかを作ってほしいんですみたいなコメント多々いただいていたんですけれども、あのマックス村井チャンネルの方で公開されてるね、マイクラ PE の村井さんとマミルトンと僕でやってる動画をご覧いただければわかると思うんですけれども、僕ですね、異様にあのクラフト能力が低いんですよ。でマイクラだいたい何時間でしたっけ、20時間だか40時間とかですね、マイクラウィークとかのイベントにも あのありがたいことに出させてもらってマイクラやってるんですよね。で他の方とですね、チームっていうかペアというか、まあ、同じ枠で共同の何かを作るとかもやったことあるんですけれども、もうね、ことごとくクラフト能力が低いんですよね。だからちょっと何か建造物を作るっていうのは僕は多分無理だなということが判明したんですよ。なのでですね、マイクラの世界で僕何がしたいかっていうと、この世界自由なわけじゃないですか。でこんな自然がいっぱいある、海もあるし山もあるし、ちょっと行くとね村とかもあるし、炭鉱なんかダンジョンなんかそういうのもあるんですよね。だから僕一回やってみたかったことがあって、リアルではできないことで、それ何かっていうとサバイバルです。サバイバル、はい。僕ね、小学生の時はキャンプに行ったりとかですね、その何ですか、ボーイスカウトとかではないんですけども、キャンプに行ったりとかそういうことやってたんですよ。だからちょっと僕ね、マイクラの世界でサバイバルしたいなと思って、だからちょっとですね、何かを作るとかじゃなくて、この世界、まあ、マイクラ PC 版のなんかいろいろな作法とかルールとかに慣れつつ、ちょっとサバイバル生活したいなと思っております。なので今日からですね、何回かに分けてちょっとサバイバル生活をしていきます。はい。で、何かですね、この木、そもそもこの木をさ、どうやってあれすんの、ボックスみたいなやつ、え、ちょっと待って、どうやって出すの、マウスクリ、あ、違う、これは、あ、これマウスホイールでアイテムをクリクリ変えられるの、 E、 あ、所持品の確認、実績解除した E でこれが押せんのか、でクラフトできんのか、これで、え、これどうやってクラフトすんの、あ、これでまず木を作んのか、え、どうすんのこれ、あ、あ、なるほどなるほど、1,2,3、 あー、なるほど、あ、すごい。でこれを使ってだな、え、これどうすんの、これを使ってポーン、あ、え、違う、あれ違う、え、あれ、あー、え、ねこれ、あ、右クリックで分けられるのか、これでクラフトテーブル、作業台を作れるのか、できた、これでこの作業台、ちょっと待って、この作業台を、あ、そっか、ここに持ってこなきゃダメか。で、この作業台をどっかに置けばいいんだよな。どこに置こうかな。そのサバイバル生活の拠点にするとこを見つけたいんですよね。で、普通のじゃない、他の方だったらなんかお家とか作ると思うんですけど、僕はね、そのお家作るのもね、下手だしね。で、あ、ここいいんじゃない、できたとしても豆腐なので、いわゆる豆腐。だから、あのね、穴蔵みたいなとこでね、ガチサバイバルしたいんですよ、僕は。それで、あ、いやいやいや、こういうとこいいんじゃないですか、ねえ、サバイバル生活、ここ埋めりゃいいわけですから、だからちょっと、この辺にこれを置いて、置くの、あ、これか。で、松明作りたいですね、まずね。そしたら、木をもうちょっと買っ、いや、違うな、これで、あれ、あ、これか、木を作って、斧とかを作るか、最初にまず。これを持ってって、あ、こうやって置いていけばいいのか。え、斧ってどうやってやるんだこれ、 P しかやってないからわかんねえぞ、作り方。あ、まず棒か。棒はどうやって作るの、棒はどうやって作るんだ、あ、こうじゃないの、あ、棒はこれでいいのか。ちゃんとこれ調べてくればよかったな。でも、教えてほしいな。まあいいや。棒をいっぱい作ります。こうやって、こうやって、こう、これで4本できるのかな。とりあえず4本あればいいか。うん、ん、ん、ええ、あ、なにこれ、これでいいのかな、よし、あ、もう1個できてる、あれ、何個できてんのこれ、え、なんかいっぱい作っちゃった、もしかして、あ、よく分かってないこれを、まあいいや。で、棒と、もうちょ、あ、棒と、
これ一つだけ選択、あ、一つだけ選択は右クリックで棒を置いて、待てこれじゃなくてこれで、あ、何これ、よく分かってねえなマジで。こうし、あ、これでスコップ、斧はこうかな、あ、こうだね、斧で斧を一本作って、でこれ置いて、一回置いて、これをよし、高橋は斧をゲットした。これで、あ、もう夜になっちゃった、あ、なってないか、びっくりした、今自分があそこにいるのか。でこの斧を作ってじゃないこの斧を使って、木をもうちょっと取る、あ、取る必要ないな、木じゃないよ、あれを作りたいんですよね、かまどいら、あ、かまどいるよね、木を焼くので、これじゃない、だからピッケル、木のピッケルを作ればいいのかな、これとこれとこれで、ピッケルはどうすればいいんだ、こうするのかな、あー、できたこれで、あー、できたよかったちょっとこの辺も慣れないとな、 PE しかやったことないから。で、ピッケルに持ち替えて、あ、ちょっと待ってで、どっかで石を掘りたいですね、ん、石、いや、ピッケルいらなくない、あ、いるんだよ、かまどみたいので木を焼かなきゃいけないから、いる、木はどこにあるの、そろそろ日が暮れそうなんですけど、あそこにあるかな、あれかな、これそうだよね、なんか P より多分ブロック多いと思うんで、え、これ、あ、これ石だよね、よしこれをいっぱい買ってこう、よあ、やっぱマイクラって楽しいな、こうやって削ってるだけで楽しいもんな、村井さんとかとね一緒にやってる時も思ってたんですけどね、この地面を削っていくのが、待って、元のとこ戻れんの僕、え、どこだっけ、え、ここか、よかった、それで12個あれば作れるよね確か、よいしょ、それで、これでこれをどうやって置くんだ、ぐるって一周置けばいいのか、ちょい待ちで、これを、あ、これでかまどを作れる、で、かまどをちょっとどっかに置こう、まずここに置こう、で、かまどを選択して、置いて、この中に、木を入れるんだっけ、原木でいいのかな、で、もう一個原木を焼く、あ、できてる、あ、すげえ明るくなる、すごいな、 P もそうか、 P でも同じか、で、こうすると確か炭、あ、お腹減ったらしい、ちょっと待ってね、これで、あ、暗い、びっくりした、これで木炭ができた、よし、木炭ができたから、この木炭を使えば、ちょっとごめんなさいね暗くて、この木炭を使えば松明ができるのか、何、あ、ちょっとよく分かってない、あ、松明できた、つば飛んじゃった、で、待って松明を、え、これ視線追ってくるんだ、すごいな、これここに置いて、え、松明をつける、おお、ついた、やった、というわけで僕のここでの生活が始まるわけだな、よし、これでとりあえず暗くて死ぬっていうことはなさそう、よし、というわけで皆さん、こんな感じでですね、ちょっと今回かなり短めなんですけども、初めてなので、いろいろなんか皆さんにですね、次どうしたらいいのかなとか教えてもらえればいいなと思います。で、多分 PC 版なので、なんか モッドね、モッドとかもあると思うので、まあいきなり入れたりはしないんですけども、なんか楽しそうなやつとか入れていけたらいいなと思いますので、ちょっとですね、何回かに分けて、まずはですね、このマイクラ PC 版になれるということで、高橋くんのサバイバル生活をお楽しみください。ぜひ皆さんからですね、いろいろ教えてもらえればなと思います。で、今のところですね、週1で公開しようかなって思っています。その編集担当の人もね、今までマイクラとか編集したことないと思いますので、ちょっとですね、
編集の面でも慣れたいなと思います。でまあね、結構マイクラの動画とかと皆さんかなりガツガツ編集されているので、僕たちもですね、あんまね、あのアップバンク関連の人、編集関連の人っていうか関連のチャンネルでそこまで編集した動画を上げられてることないんですけども、まあ、マイクラなのでね、皆さんに楽しんでいただけるようにそこそこ編集したいなと思っておりますので、今のところ週1公開で、金曜日ぐらいを公開日にしようかなと思っております。多分金曜日に公開すれば金曜日に見られなくても土日のどっちかで見られると思いますので、はい、そんな感じでよろしくお願いします。ちょっとこれからマイクラの方 PC 版でも始めていきますのでよろしくお願いします。あと最後にですね、なんかアップバンクの方でマイクラコンテストみたいなものを定期的に開いていて、なんかちょっと前だったらですね、春だったので、なんか春にちなむ建造物を作ってくださいみたいなのやって、なんか賞金とかもですねちゃんともらえるらしいんですよ。まあその銀行振り込みになるので、その親御さん、未成年の方は親御さんにちゃんと承諾を得て銀行口座とかに振り込んでもらうとか、そういうのもあるそうなので、はい、で iPhone もそうですし、他の何ですか、コンソールキーでも構いませんし、 PSP のビータとかでも構い、どのハードでもなんか動画を撮って送ってもらえれば OK みたいなことありますので、ぜひですね、あのマイクラ好きでやってる方、あの賞金とかもあるそうなので、ぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。詳細は概要欄の記事に載っていますのでよろしくお願いします。というわけで、まだ拙いですけども、これからですね、PC 版のマイクラ楽しんでいければなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。さよなら。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画画面下の登録ボタンよりぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。 Twitter もやっていますので、ぜひそちらもフォローしてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。